元乃木坂46、高山一実のデビュー小説、角川をアニメーション映画化した、トラペジウム。5月10日公開の本予告が解禁となり、グローバルボーイズグループ上位置の木又翔也、23、と、お笑いコンビうっちゃんなんちゃんの内村光良、59、の声の出演が明らかになった。木又は、工藤新司役、内村は、伊丹修一役を担当している。木又のアフレコ映像も公開された。アイドルになるために、東西南北の美少女と友達になることを目指す、主人公の東優、CV、湯川麻希。彼女が西の美少女、大川くるみ、CV、曜日やひーなを訪ねた時に出会うのが、木又演じる新司。カメラが好きな男子で、優たちが成長していく上で重要な役割を果たす。または新司を演じてみて、人間的には自分と近しい感じがして、個人的にすごく共感できましたとコメントしている。